名曲だよな、これ本当に。これは本当に名曲。よく作ったよ、こんな曲。アホだよ、ほんと。他何もできなくてもいいわ。他何もできなくても許すわ、これなら。和子です。はーい。スライムはただオマージュっていうか、バカにしに出てくるだけなんだな、あれはきっと。いずれ話せるようになるのかな。和骨です。はーい。パン屋さんでパンを買うと。和骨。ギリギリ間に合う感じなんだな、これ。最初は。なんか違隣うの鳥が家いに行きる。ましょう。え？なんかありそうだな。それは捕まえるの？だって届かないぜ。間に合わん。全力で歩いても無理だ。走れんのかな？おお。おお。ウェイトかかってないんだけど。これだっけ？あ、これだ、違う違う、これ。なんか、よろずやみたいなこと。下で寝てるな。下って出ていくんだよ。さあ、そこからか。半地下みたいな。ベーカリー二次情報。食パン。食パンでいいんじゃね？いや、クロワッサンで。両方買ってくか。食べ物を食べると、回復するんでしょ？いずれ絶対必要になる。あの鳥と話して帰ろう。いや、でもプレステのスペックって絶妙だよな。はい。引き続き皆さんよろしく。でもやっぱりスーファミの CD ロムを開発してたのは絶対無駄にはなってねえよな。はい。話します。セガサターンが無理して高性能だったのにプレステ取ったら。プレステは、まあ多分、任天堂とのノウハウがかなりあったのと、開発にナムコがかなり関わってたので、まあ、あの当時で言ったら意外といいパートナーに巡り会えたんじゃねえかとは思うね。任天堂の件はちょっと。ある程度の制限があった方が工夫がつくのかな。それは日本人のあれだよね。日本人は何でも好きなことやれって言ったらみんなふんってシュンとしちゃうから、隅っこにね、でかい画用紙の端っこにちっちゃく猫描いたりするから。ほう。いろんなことを教えてくれるんだ。ああ、ラブを見つけていく話なんだ。もともとソニーはまあ一応ね、いろいろそういうのを作ってるメーカーだから。ただそういう、その頃どれぐらいパソコンとか技術があったんだろうね。コンピューター関連というか。出てきてる。はあ。あ、ちょちょ。押すの、ジこネれ。ラとは？ジネラとは？買ってきたよ。あ、これなんか渡すっていうのがあるのか。ノーフィエ？とは？サデフォーデチューリ。おうおうドラクエ1おかうおう80キロバイおうおうおうトの容量しかなかったで何すなんよか何ね。かななんだゲージ進んでねえか。とは？サデフォーデ。とは？サデフォーデ。もう一個渡した方がいいかな。こんばんは。こんばんは。ブルノさんいらっしゃい。ドラクエ1ラとブかを手に入れま数した。十キロバイトしゲーかジか。は時間経っただけ。嘘。スライム。いない。おっす。94だとまだ PC98 がなんとか息してた時代ですね。いや、でも、そうだけど、X68000 とかまだあったからね。新作出たからね。3.5インチフロッピーバージョンが出たって見に行ったもんだ、秋葉まで。マジです。あんま売れた話は聞かなかったけど。
PC98 の21のなんか、なんか出たよね。PC98 21の最後のやつ出たよ。なんかその時に PC98 の表記が若干変わって、ドス V 機になったとかだっけ？え？あ、もう一個聞いとく？聞きゃいいだけなのかな。あ、ドス V 5が、そう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 。え？アイテムを見せる。もう一個聞いて。アイマリオさん。いらっしゃい。はぁはぁはぁ。ラブ。ラブがテーマなんだな。まあ、どのゲームもラブデリックはそれだもんね。なんか。おう。眠った場所からへ。帰ってこいな。なんか行動範囲広くなったようには見えねえ。MO ディスクとかは生やした。そうだね。MO が生やしたのは97年ぐらいかな。俺は未だに持っている。あれはまだ全然動くしね。ドライブがちょっともう高いけど。一応 USB で繋げられるやつがあるから。一応は使えるけど。ただ PC98 じゃねえよ。Windows XP じゃないと使えねえからさ。ドライバーがねえ。誰かねえかなって、誰かねえじゃねえ。安く手に入んねえかな、MO のドライブ。XP じゃないわ。Windows 7で使えるやつ。MSX の最終機器とか性能価格的に信者力が試されたよ、ね。あれは無理だった。さすがに悩んだけどね。ドライブ腐るほどあるで。嘘。え、モノカさんちに？え、Windows 7で使えるやつ、ドライバーって対応してるそれ。いや、安く売ってほしいわ。うちはもう今1個しかねえ。フロッピーディスクドライブも1個しかねえ。バスパワーで動くやつ。お、なんかさっきと場所変わった？おう、ケツが痛くない。なぜ？ほうほう。MO すげえ便利だよね。お、読み込み遅くねえし。マジで？ちょっとじゃあ、譲ってくれ、一つ。すごいな。いや、ちょっとね、実は本当に学生時代の MO がめちゃめちゃあってさ。でもなんかね、すぐね、ブルーバックになっちゃうんだよね。昔のネットブックで動くんだけど、そのネットブックもね、なんか読み込みの速度と合わないらしくて、何かが、もう分からないんだよ。だからもう、10分に1回ぐらいブルースクリーンになりながら頑張って落とすみたいな。落としきれねえみたいな。ファイルいっぱい掴みすぎると落ちるみたいな。あとなんかイメージを表示させようと落ちたりとか。大変なんだよ。はい。まあ、行動範囲が広がると。あ、そうなの？あ、うん？あと1ラブ。そういうことか。月と何か関係あるのかな？チューリップみたいだな。逆だよ。多分逆だよ。それはこれがチューリップを、こっちからチューリップを作ったみたいな。1日1個。くれるんだね。お、エツさんが何か100円入れてくれた。あざす。なぜ100円。いや、いいんだよ、別に。ムーン？ムーンやってます。まだ面白さわかんないもん。うちの地域はなぜかジップドライブが流行ってた。いや、ジップも流行ってたよね、ある程度は。見たことあるもん。ジャズ、ジップ、MO。MO は新しい部類だけどね。あとなんだっけ、ラ、違う。あとフロッピーに100メガ入るやつね。あー、そうなんだ。フロッピー、3.51 フロッピーなんだけど、すげえ、100メガ入っちゃうみたいな。スーパーフロッピー？スーパーフロッピー？マジで？100円分のチケットなんかあるんだ。あー、そういうことか。あまりね、ありがとう。王様に会ったかと。言っていたので聞いてみようか。まだ全然針も進んでねえし。でもファンが多いゲームだからね、やんなきゃわかんないもんね、これ。
あ、そうなん、フロッピーの弱点って、遅いことだよな、読み込みがな。あと、音は気持ちいい。カタンビーみたいなやつ。RPG の世界は何、まず死なないってこと。事故。メモ遅くないよね、別にね。意外と、あれは遅いって思ったことない。CD とそんな変わんないわ、言い過ぎ？それは言い過ぎだ。結局何だったの？ちょっと待って。そんなはずはないみたいな。お！はい。そう、広告ありがとうございます。庭とは？最初データレコーダーでからラジカセでやってた。おお、できるからね、別にね。エキサイトバイクのステージのあれはまだ終わってないし、フロッピーが終わったんだっけ。MO はだってまだ使ってるとこあるんじゃない。ああ、ゲームステージ。やっぱマリオ RPG と関係あるんだな。開発が一緒とか言ってもね。ん？寝れんの？あ、違うわ。おう、なんもできないよ。なんか押せるんだよね。攻撃なのかな。雫マークはなんだあれ。天気？あ、正月さんいらっしゃる。まあ、あ、そうそう、そういうことか。水だから水曜。へえ、曜日が関係ある。なんかハテナ出たよ。へえ。多分あまり関係ない。いや、なんかあんのかな。え、一緒。ひゃはー。そっから出てきたのか。うん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 。世直し計画書。白羽のヤギ。下にもあるな。いや、時間ないよ。時間もうないよ。あー、パン食べてちょっと。確かに。俺が知る限り2号炉とかあそこら辺までだな。2号炉とその倍ぐらい。512とかぐらい。512あったかな ?640 は、640なんてあったのか。うちは多分対応がし、あれだったから。対応してんのがそんなに、ああ、どこに、どこに行った、くぅ、何かで渡しちゃったな。初見ですもん、懐かしい。はい、いらっしゃい。ムーンの楽しさがわからないのでやっております。わかる、今日はわかるまでやる。あ、体力が、体力が。大丈夫、なくなってる。あ、なくなんねえんだ。壁にクエインのレコード飾ってある。クエイン、おお。うちは、スペースチャンネル5のレコード飾ってあるわ。レコードが出たんだよ、なんか。アレンジ版かなんかの。さあ帰ろ、急いで帰ろ。いないじゃんか。
いやー、早く帰んないと。結局王様に会えなかった。そうだね。曜日の、まあ、そうだ。王様に会わないとダメなのかな？何の音？あ、疲れた？スライム。え？ああ、夜か。何がの？今の音は噴水のギミックが動いた音だよ。時間なのかな？なんだろうね。ギリギリだな。食ってギリギリだな。ギリギリでもないけど、食ってやっとたどり着いた。大変なゲームだね、これ。ルール分かってないと、マジ普通に死ぬね。普通のゲームだと思ってやると。帰ってこれずに。そのうち何日も動ける様になるよ。ああ。おお、なんか毎回変わるね。王様にとりあえず会うと。レベル上げれば活動時間増えるよ。ほう。レベルが簡単に上がんねえんだよ。ところがどっこい。最初はすぐ上がるもんかと思った。ラグを集めないとな。1で上がるかと思ったでしょ。行こう。いろんなキャラを追っかけないと。へえ。とりあえず王様。右目が痛えな。王様ばっかりじゃないの。閑散としてんな、鳥ばっかで。へえ、庭で？庭はここじゃないのか。違う、なんか目薬さして痛かったんだ。目薬さしたらさっき痛かったから、もしかしたら、うん、もしかしたら俺は目薬じゃないものを打ったのかな。一応ほとんどの一服に行動パターンが存在するから把握しないと無駄足に。なるほど。それに曜日が絡んでくるわけね。王様いねえのかよ。ラジアータにも似てるかも。ラジアータ？へえ。そういえば海外で目薬と間違えて接着剤つけた人いたな。いたなぁ。ラブ、そして新夜中の放送にもラブです。わこ。おう、ヘルメットさんいらっしゃい。おー、もう1時半じゃない、12時半。今日はちょっとこれまだまだやることになるな。この枠じゃ、この枠もうだってほとんどないぜ。3分の2終わったよ。まっすぐ行った方がいいのかな、上に。そういえばさ、もん。おお。何ですか、レベッカですか。暑い。ああ、まあ暑いっちゃ暑いよ。子供部屋。ここら辺は何もない。で、聞きたいことあったんですけどいいです。ごめん、わからん。俺はわからんよ。他の人に聞いて。多分教えてくれると思うから。俺は面白さが全くわからん。まだ。毎回だいたいここら辺まででやめてる。多分ここも、ここら辺、ここら辺先行ったかな？覚えてないよ、もう。UFO は分かったけど、あんまり俺はハマんなかったね。ラブデリックもまあ、ね、癖強えから、どれにハマるか分からん。LOL は一番マイナーだけど、一番ハマったわ。ああ。ん？おい、なんだよ。え？持ってるよね、多分。俺のリスクが悪いのか何なのか、農事のパパさんのイベントがどうしても出ないんですよね。それはわからん。難しい。あ、むずい？むずい感じはしなかったんだけどな。
LOL は本当にヒント全くないから、ほぼないからさ。ないとは言わんけど。でもあれはね、ノーヒントでクリアしたのは本当に。ノージにゲイスってありましたか？お？ノージパパイベントは結構曜日置かないと発生しない。へぇー、なんかちょっとあれなんだね。他の、おい、ちょっと、もうないの俺。うん、あげておもちゃももらったし。あー、そっか、なんかここにあんのよ。は？これを教えなきゃいけないのかな？ふひゃー。大臣に話そうか、ちょっと。でもなんか俺死ぬ気がする、これ。お宝見つけなきゃいけなかったんじゃなかったっけな。なんか条件があるってことか。トプリメ。あ。攻略本が今手元にないけど、何段階かあった気がする。ほう。このゲームめんどくせえ。何これ。面白くないうちに難しすぎない？もうちょっと面白くなってから厳しいならわかるけど。突き放すなぁ。いい度胸してんなぁ。この時代。この時代だから許されたんだろうな。ウィキで見てもなかなか詳しく書いてない。やべえ、間に合わねえかな、これ。名刺か？ゲイスであげて飛行機イベント終わらせて1週間後の水曜に起きたはず。それでダメだったらダメだね。ギリのイベント終わらせ。ディスクの傷とかでそこだけピンポイントってことはないと思うんだよな。クッキーはまだ、あ、クッキー食べなきゃダメかな、これ。間に合うかと思ったんだ。で主人公を何日かほったらかしておけばパパが迎えに来る。王様とことごとく入れ違いになってる。うそーん、王様本当はそんなに簡単に会えんの？俺がだからこのゲームとの相性が非常に悪いってだけなんだよ、きっと。俺がこの毎回やめちゃうのは面白いって聞いてなんかいいゲームだって聞いてやるんだけど、わかんねえ、まだ早いなーって。俺にはまだ早いって過去に2回はやめてるね。ちゃんとやろうと思ってやったけど、 UFO は、あ、なるほどねと、これは面白いなと思ったけど、これ以上追求そんなにやんなくていいかなっていう。ゲーム性っていう意味ではそんなにいいかなって思って、やめちゃった。まだだって何にも掴まれてねえのにこんだけ突き放されたらさ。エンドネシアはそんなにちゃんとやってないな俺。まあいずれやるよ。ゲームキューブのやつなんだっけ、ギフトピアか。あれは、あ、無理。あれは何曜なんだよ。木曜日か。ギフトピアな。ふぅ。手が疲れてきたわ。このゲーム結構ヒントもシビアだったりするもんな。あー、相性だね。あとはね、よくこんなん出したよな。もう今だったら絶対これファミ通超点数低いよ。で、後になってこれ名作なんじゃねえかみたいな。ファミ通であんな点数低かったのにみたいな。ダークソウルだっけ、デモンズソウルだっけ。王様いるの本当はこれ。2日会えてないの、いねえじゃねえかよ。はぁ、あ、ほんと？へぇー。そうなんだね、マップ移動。いや、俺でもこれはちょっとここまで、今1時間やってるけど、まだ面白くない。何も面白くないな、これは。ただひたすらちょっと遠出して、なんか潜、どこまで深く潜れるかみたいなのやってるだけみたいな感じで、何もわからない、掴めない、どう楽しんでいいかが全く掴めない。アスキーのゲームじゃないんじゃないか。アスキーだけど、ハマる人とハマらない人がやっぱり、いや、これめちゃめちゃ人選ぶと思うよ。あ、1時間か、そろそろここで1時間か。わかんないな、毎回わかんないな、このゲームは。俺との相性が非常に悪い。待てば来るの？本当に？
これで他当初評判賛否両論だったと思います。これは賛否あるだろうな。一時期めちゃめちゃ安くなったからね、これで。なんかカジュアルコレクションという謎のベスト版が出て、ダッサくて。それが最初の目的はまずいろんな人の名刺を集めること。いろんな人にも気を引きつけてみて。へえ。もうないよ体力が。シビアすぎだな。チューリップを厳しくした感じじゃない。サントラってこと？フラグだけ立てれば進めるってゲームでもないからな。サントラ高すぎ。サントラなんだ。へぇー。CD って。サントラね。あ、ネームカード。へぇー、そうなんだ。買わなくていいじゃん、別に。サントラ4万ぐらい。いらん。言うても名曲ばっかだし。そうなの？あ、だからクラシックが入ってんのか。ん？アイテム？なんだったらニコニコに上がってるよ。聞きたいだけなら別にな。ダウンロード版とかあんじゃん。サントラ参加者が今活躍してる。ああ、そういうことなんだね。あ、さっき言ってたね。再販しねえ、しねえのかよ。ラブメリックもねえからダメなのか。関係ないアーティストとか参加してるから再販難しいのよ。お、もらった。ばあちゃんの写真は名刺なのか、あれ。何回か復刻してるけどすぐに切れる。へへへ。マジか。もう一回しねえかな。いらねえけど。え？てかこの人のなんかっていうのはどうなったんだよ。また行かなきゃいけないの。今日無理じゃん。何について聞きたい。え？大臣について聞けんのこれ。ん？ヒントいる？これのことこういう感じでいいのかな。こうやって話を聞いていくしかないわけ。ん？おお、なるほどね。そうそう、そうやっていろんな人から情報を集めてこう。ねえ、わかんねえんだな。なるほどね、すげえ質問のあれがあるんだな。へえ。時間ないよ。なんかについて聞くことの。うん。これからやっともらえるようになるのかな。もう帰りたい。時間がない。うわあ、ダメだもん。あ、歩けなくなる。やーべえ。クッキー食うか。こいつにも聞いたりとかできる。うん、やめよう。へぇ、100円でも27人も来るんだな。すごいな。そんなわけで、次枠です。だんだん、面白くはないけど、なんか、乗りこなし方は分かってきた。これを続ければ何か楽しくなってくるんだな、みたいな。こっからだな。次枠だな。キーになるのは。お前かな？懐かしい。カクンテ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 、何の音だよ。でカクンテ7オスです。次枠帰れるかな。ーマきゃーかー。右上、左上の丸の中の右上は何だろう。点滅してる赤は。このゲーム序盤が一番難しい。わかる気がする。しかも面白くないという、何にも面白くなくて難しい。クソニコニコがボタン押しづらくてしょうがねえよ。ポイント購入ボタンとかいらんねえよマジで。そこにつけんじゃねえよ。生放送するときに生放送ポイント購入なんかするかね。少しは考えろよお前ら。頭ついてんだから。あー、いらっしゃい。クッキーはどんどん増える。わこつ
頭ついてねえんじゃねえのあいつら、ほんと。放送開始ボタンがどんどん下に行くんだよ、あいつらバカだから。画面をスクロールしなくても押せるとこに つけとけよ。 100% 押せるとこに。だから衰退すんだよ。少しは考えろ、頼むから。脳みそついてんだったらよ。とりあえず王様はいいから。わこわかる。いや、ひどいんだよこれ。生主にしかわからない苦労があんのよ、バカだから。そんなしょうもねえことまでわからんのよ。もう画面のギリギリ、あのアイコンが半分以上隠れちゃうからさ、これデフォにしてると。わこぽん。あ、なんしてんの。おう。はじゃあちょっとあの大臣の話をちょっと聞きたいんだよね俺。そういや、大臣の機会終わった？終わったよ。何も言ってなかったよ。パン買ってきてくれって終わってた。ハート1個もらったけど、もうちょっと簡単に行動増えねえかな俺。ちょっとこれ、俺はこれ放送じゃなかったらやめてる多分。もうやめたくないから放送でやってるだけなんだよこれ。これちょっときついわ。めんどくせえもん。面白くなる前に辛すぎるもん、こんな。これどうすりゃいいんだよ。なんか持っていけねえのかな、これ。あれ？これは分かったからさ。復活？なくなったの？だから先に進めてんだって。進めたくてこれやってんのに全然難しいんだよ。王様に会いに行けって最初に言われちゃったからさ。その順番でやってんだよ。もう半分ぐらいないぜ、だって。なんなのこの難易度。結構後だったけど、嘘ーん。大臣戻ってあの話聞いてくんないでしょ、きっと。何かあれを持ってきるわけでもなんでもねえしな。さっきのじゃあ人形がどうだろうってやつを、ちょっと。町の酒場かどっか行くんじゃなかったっけ。マジかよ。次ってなんだよ。聞いてねえぞ、そんな話。嘘だろ。難しすぎるな。こいつらに話を聞けばいいのか。おい。話せ、もう半分ねえんだってこれ。なるほど。おもちゃの国のやつは。うそーん、言ってねえそっち。どうしてそんなに難しいのこのゲーム。いない。あいついない。いなくなっちゃった。1時間やってこれだもんな。ちょっとやっぱ無理だな。これは。いいよ別に俺は。これは入れても。入れる入れないの話はちょっと別の話だけど。入れてもいいが、ちょっとこれはないんじゃないかってことになるぞ。なんでこんなに難しくしてしまったのか。面白くなる前に難関が高すぎる。おい、ちょっと待て。話さなきゃいいのか。何にも教えてもらってないんだって俺。あ、行こう。おもちゃなんだな、お前たちは。漫画。ちょっと待って。お。帰ろ。もう歩くの遅くなるの嫌だから帰ろ。クッキー食べるかな。クッキー食べても高橋入れてるからな。何もできねえ。とりあえずじゃあちょっと行ってみるか、酒場とやれに。増える気がしねえなこれ。話しただけでそんなに簡単にラブが増えるのか。おばあちゃんのやつだって1日かかるやつだ。一番最初のやつも。わかんないな。俺には向かないんだな、やっぱな。こういう歩くゲームが。歩いて人と話すゲームが向かないんだよ。ばあちゃん出てきてるわ。おう。はあ？マジか。
犬見えないんだな、でも。目が見えないから受け入れてくれたのね、逆にね。素直にキャラの言ってる通りに行動してこれだぜ。王様に会えば何でも知ってるっつって言ってこのざまよ。そしてなんか大臣の宝盗んだっつって気持ち悪い。それ以上のことは俺はやってないよ。これは確かに所長さんは苦手そうなゲームだね。嫌い嫌いとまで言える。今の状態ではね。王様のカード集めてから話しかけると。なるほど。王様がカードを町の人に見せろ言ってたよ。言ってたね。でも町の人なんて誰もいないじゃん。おばあちゃんしか見かけないよ、鳥とおばあちゃん。あとにおもちゃの人だよ。でもそんなに歩き回れるほど自由度はないじゃないか、スライムか。じゃあだってそんなに行動できないじゃん今んとこ。そこが分かって、今これからじゃん。このターンからやっとそれができるんだよ。今やっと終わったとこだよ。それぐらい分かってくれ、頼むから。あとこの人か。この人別に店じゃなかったもんな。伏線だけ初っ端にばらまかれて回収はプレイヤー次第だ。いねえのかよマジかよ。いやいいよなみんなは。なんか動画とかで見るからさ、俺は見ないからな、ゲームは。自分で本当に何も攻略本も見ねえし、それは分からんわな。これここからだぜ。だってもう体力減り始めて俺の心も削れかけてるから、これもうかよみたいな。もうあっという間に半分だよ。夜夜しかやってねえ。クッキーなのそれで。最初からちびやすぎないか、それは。発売日には買わなかったな。めっちゃ安い時に買ったけど。入れるの？よし。よし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 。そんなのわかんないじゃん。そんなのわかんないよ。俺がやってんだから黙ってろ。ちょっと。二人重なってんじゃねえか。夜からやるっつったら夜に行くもんでしょ、それは。のんびりランキング？もうちょっとシャキッとしてもらおう。おう。ん？え？なんかくれたよ。ガセのガラクタ。なんかもらったね。これについて聞きゃいいの？え？難しいよ、これ。喋ってるように聞こえる。それがラブデリック語だ。ガーセイ。おお。もうスライムいたところ下に行く。いやちょっとやめて、俺を操作するのはそれって。だって分かってる範囲ってまだそこじゃん。急にそんなん言ったら不自然じゃん。あれ？だからなんでこれ鳥がこんなに来ちゃってんの？鳥に話さなきゃいけないのかな？お、鳥だ。鳥の声なのか、これ。習慣なのね、この国。名刺交換みたいな。まだスライムいたところに行っても意味ないで。そうなの。どっちなんだよ。お？王様の部屋がどこだかわからんな。っていうか、王様物知りだって言ってたけど、おばあちゃんのこと分かんなかったな。どこまで渡したか分かんなかった。鳥と混ざっちゃって。お前じゃ、ちょっと待て。鳥がすげえ邪魔なの。なんなのこれ。ちょっと。なんで混ざっちゃうんだよ、これ。話したいのはお前じゃねえんだよ。ああ、ないわ。ちょっと。いた。パン屋がなぜか外に。そっか、こうか。北朝鮮的な話だ。おう。
早く行動範囲広げさせてくれよ。嘘、休みなのか。あー、あったね、左上の方に。おお、そう、戦争の話みたいな。この人は知ってるでしょ。何をするゲームか全く分かんねえな何も始まらないから分からん。嫌な人。へえ。この人のやつは、え、この人のカードもらってなくね。うんふん、あれ、どうした。この人のカードもらってないよ。あのガラクタの人ももらってないの。へえ。あ、持ってないのか。おい、統一感ねえな。あ、来た。あ、花屋だ。ね、日曜だからか。おう、花だ。え、本人には本人の話は聞けないのか。本人の話を聞きたいときは他の人に聞く。花屋の話は花屋以外から聞くんだな。え、ばあさんは知ってんだろ。カオっているか。ピッピッて。ああ、もう帰りたい。そういうゲームじゃねえんだこれ。あ、話してたな。風呂に入っちゃいけない。で、あのじいさんに鳥がいないチャンスだ。花屋を見せるとなんか話すんだな。おお、来たよ。なんか本当は興味がめっちゃあるのか。え、ダメなのかな、パンなのかな。え、食べ物に興味があるって言うから渡したのに。わからねえ、このゲーム難しいな。この範囲で渡すやるの。こいつダメなのか。もうちょっと帰ろ。もう歩ける気がしない。日曜だからかな。日曜だからと信じたい。多くは語らん。ばあさんは何見せてもダメなんだよな。まだ全然面白くないなぁ。ただただめんどくせえだけだな。なんか作業させられてる、面白くみもない作業させられてる感が強いなぁ。で、左上行ってみるか、じゃあ。夜じゃなくても入れるんだったら。おばあさんの依頼はやったんだよね。ああ。もう、名刺を集めることが何の意味があるかよくわからんな。何にも手応えがないな。そう、行けるところとりあえず行くしかない。あとでも、なんであんな大臣のめちゃめちゃゲームした部分が全然始まらないんだよ。宝いただいたみたいな。
あれ宝取り返してハートもらうんじゃねえのかよ。欲しくなってきた。うちはお母さんはお菓子を作ったことがないからわからないな。お菓子作りの道具は全部捨てたからな。どうせ作んねえから。俺が一番作ってる。言ったらこの新聞か。この新聞関係あんのかな。みんなが押してくるから。うちのおばあちゃんはまず料理を作る人ではないし、お母さんも料理を作る人ではない。掃除機かけるのめっちゃ下手だし、大変なんですよ、うちのうちで。昔っから。なんかいたね、勇者は。あいつ、まだ街にいんじゃねえかよ。ちょっと待って。レベルが上がったと聞いたけど、気持ち悪い。フローレンス。月曜か、これは。嘘だろ。おい、どうなってんだ。このゲームに愛されてねえのか俺。夜起きてるよ。夜に来るのが大変なんだよ。食い物を食いまくるしかないのか。あ、この人に見せてもしょうがない。この人ここに住んでんの？もういいわこの人。いやー、体験版でやった面はどれぐらい先なんだろうな。何なんだろうこのゲーム。はい、そうだろ、やっぱ。わからない。本当にわからない。なんで、おい、帰ってきた。行動があるっすよな、人にはな。で、あと行けるところはこっちだな。スライムの下も行ってねえし。もっと細かく調べた方が良い。どういうこと？何を？この行動時間の少ない中で。あ、これは買うべきだな。俺以下50円持ってんのか。これをあげればもらえる気がする。釣り。おい、高い。これしか買えないな。でもなんかできんのか。朝起きてからすぐ寝ると夜から行動できるとかなかった。おい、マジか。なんだそれ。なんなん。こいつそういう人じゃないのか。下で寝てる時に話しかけるしかないのかな。そんな裏技的なことがあるの？夜行動するための。おばあちゃんの家では必ず朝に起こされるよ。おう、おう。店主に見せると売る選択になる。なるほど。店の状態では意味がないわけね。かゆい。やべえ、1時間半近くやってるけど面白くねえ。俺これランキングには入れられないな。申し訳ないけど、あの動画には入れられないな。こっちは花屋でしょ。ムーンは入れてもいいけど、これはちょっとどうかな。もう帰りたい。もうダメだこれ。犬にあげてみようか。残念だな。おー、いた。スライムふるってるよ。いや、いらないです。入れないだけですこのゲーム。そうだよね、まだいいんだよねこれ。でも面白くもなんともないぞこれ。よくみんなやったねこんなの。何が楽しいのか全く分かんない。毎回ここら辺でやめてる理由がよく分かったわ。面白くならない。あー、スラちゃんメム、まだスタート地点に立ってない。スライムってやつ持っていけないの。パンを乗せたけど焼けちゃったの。なんかああいう魔法が覚えたっつよね。死んじゃったの？なんかあいつから愛をもらえてたって。捕まえないと。何それ。そんなことできんの？まあでも帰んないと死ぬから。何？え？もらってくれないの？スラちゃんを救うんだ。ちょっと
予定が違う。ネタバレ先行が過ぎますぞ。あ、ネタバレしてるやついんのか、おい。NG だぞ、お前一生。小手はんねえぞ、黙れ、もうとりあえず。よし。いやー、でも、楽しくねえな。何時間やりゃ楽しくなんだよ、このゲーム。なんでそんなファンがいるんだよ。一体誰の導きでこのゲーム楽しさまでたどり着いたんだよ。意味がわからん、このゲーム。俺がその気持ちが変わる日が楽しみだよ。だからこそ俺はやめないよ、これ。後半が面白いんだよな。前半つまんねえじゃねえか。前半クソゲーと言って過言ではねえね。一体誰は、誰からのあれ助言でこれは楽しさまでたどり着けたわけ。ここまでやった感じ、何も面白くないんだけど。それは定価で買ってしまったからやるしかねえみたいなあれなのかな。俺たちのファミコン時代のあの、地獄なのかな。これは面白いゲームに違いない。嘘！普通にドラクエやりたい。へぇー、そういうゲームなんだね。もう分かってれば、ミストみたいな。ミストはもっと短いけど、5分くらいだけど。答えが分かったら5分だけど、そういうことが効率だけ考えたらさささっていけちゃうの。俺って何をすりゃいいんだろう。え、何か、あ、お勇者おえってこと。意外と感動する系のあれか。もっと早く言ったと思うけどな。勇者はないの。なんで勇者を追うっていう考えになるの。掴めればポンポン進むよ。今だって全然何も分からない状態じゃん、これ。勇者を追うの。え？なんか来たよ、変なの。急に始まった感じやろ。いつじ？え？遅くねえ、くんの。ちょっと遅くない？これ。これ俺生放送じゃなかったらやめてるぜ、確実に。おい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 、こんなん見せられたらそれはさあ、ちょっと友達みたいになってればよりかわいそうだったけど、逃げてたもんね。見るたびにスズメみたいな感じだったもん。来た。俺がこのゲームをだからどんどん避けてたんでしょ、きっと。いや、でもだってそんな、俺の感覚がファミッコ出して合わないんだろうな、きっとな。俺はだってほんと、RPG は昔は嫌いだったかな、普通。それ合わないんだよね、きっと。おぉ。俺は死んでるから死んでるものを掴めるってこと？ドラキー来た。ははは。ちょっと、これが RPG って呼んでいいのか。いや、ロールプレイってそういうことじゃないからね。別に敵を倒して経験値を得るのが RPG じゃないから。よく考えた方がいい、ロールプレイの意味は。まあ、アニマルファイルと、あのさ、死んでないでも魂を掴んだところで何もできないよ。元気だった頃の姿。キャッチ、なんか UFO みたいなゲームだ。ほう。お？おい。先端と気分つかむと喜ぶ。読みづらいね。ああ。ピンクコウモリが進化だっけ。キラドーってやばいだろ。観光素材しよう。喜ぶのかダブルやりたい。こういう系は面倒すぎてできないわ。娯楽性が低いね。よくこんなん耐えられるよね。どこ？これを見た後来る。なんか来たよね。お？どうやったら来たんだ。
個人的に娯楽しかなかったんだけどな。娯楽性今んとこないよ。これがつかむなんだね。だって今んとこ何も面白くないじゃん。ゲーム性がゼロじゃん、ほとんど。はい。え？お前誰だよ。説明がない。金になったよ。ああ。で、寝ればレベルアップするのね。すげえもらったんだけど。先端つかんだ。わら。UFO キャッチャーで先端つかんだけど。こいついないよね。あれ？これ、つかみボタンなんだな。押してるようにしか見えないけど。気持ち悪いなぁ。ここにはいないのかなぁ。なんか夜になんないといない。夜に出てくる的なこと言ってたよ。普段はね。とりあえず眠ればいいですよ。寝るかぁ。とか最初はちょっとシビアすぎるね、これね。何にもできないもん。パン屋行って帰ってきてギリだぜ、だって。そんなの何もしようねえじゃん。したくないじゃん、だって。したいと思えないじゃん。歩き回ろうって思える、それで。俺は思えなかった。世界を散歩してる感あるかなぁ。そこがまず厳しすぎるんだよ。いやー、これはちょっと俺だったらダメ出しだね。俺が開発に絡んでた。最初だってこのゲーム全然売れなかったからね。売れなくて売れなくて超値崩れして、なんか気がついたらプレミアがついてた感じだね。出てから随分経ってからでしかも。2000年ぐらいまでは全然プレミアでもなんでもなかった。突然上がったんだ。ベスト版が出ても全然売れなくて。俺は知っているゲーム屋の店員だとか。だけどなんかこれは買っとかなきゃいけないゲームだなと思ったから買ったけど、今までわからない。このゲームの魅力は今でもまだわからん。なんとなくここまで来てたのが初めてだから、なんとなく変わってきたけど。あ、ちょっと増えた。パンじゃない、クッキー食ったぐらいまでなった。これで若干行動が増えるんだな。犬の骨は何なんだよ。欲しい時にあげなきゃダメなのかな。背中にちょっと乗せるだけなの。あげてよ、ちゃんと。1時間半でやっとゲーム性が見えてきたっていうかさ。センチメンタル小室マイケル坂本ダダ先生じゃないですか。何の話じゃん。ちなみに食えば食うほどに行動時間増えるよ。知ってる。それは知っている。なめんなよ、あんま。だからといって、それができたといって何になるんだって。食ったらもう手に入んないじゃん。まとめて食えばいけるんだろうけど、まとめて食った先がないじゃん。これ夜になったらきっとこれ出てくるんだろ。ってことは、だからその半分を超えて夜、なんだよ。夜に出てくるんだよね。安くなったことはないかな。安くなったよ。なった、もっと低くなった。俺はもう毎日見てたからわかる。だってベスト版が3000以下のものが出たしね。みんな意外と知らねえんだよな、あのベスト版。超ダセえから。次は大体ゲームってみんなプレミアがついていかないとこう、興味持たねえからな。基本的にはね。その前から好きだった人ももちろんいると思うけど。でも誰からも勧められなかったしな、これ。オツです。でも俺は持っていた、なんか。こう、珍しいゲームだからね、一応ね。オツです。はい、次は。変なゲームって直感で選ぶよね。うん、俺はだからまあ、FF とかドラクエとか好きじゃねえから、こういうのだったらっていうか、なんか一応そう言って皮肉ってるって噂は聞いてたからさ。なんかあんだろうな、と思ってたけど今日もまだ気づけず。次枠です。このゲームの魅力が分かるまではやらめねえぞ。